はい、皆さんおはようございます。ライオンズゲートね、88、迎えました。今日はね、生まれ故郷のね、湯原温泉の半咲き祭りの日でもあります。はい、今日はね、お祭り気分でね、ちょっとお届けしたいと思います。はい、今日はね3枚引きで、ちょっと明日明後日とね、合宿でいないので、スペシャルでね今日はお届けしたいと思います。はい、じゃあごめんなさい、見えてないかな。 1,2,3 とね、お選びください。はい、私はね今日1番でした。まあ今日はね、その8と8ってね、こうご縁をねこう結ぶような日でもあるので、まあそういうね、縁結びに合わせて、こういうこのね、ロマンスエンジェルっていうねカードを選びました。ご縁のねある方とか、ご縁を結ぶためのアドバイスとかね、そういった意味でちょっとご活用ください。はい、じゃあ1番目から、じゃん。これは、あ、落ちちゃった。これは、愛しても大丈夫っていうね。はい、もう、心をね、オープンに。あと、まあ、重たいね、鎧とかを着てると、やっぱりね、こう、入ってきませんよね。重たいと、こう、身軽にね、できませんので、はい。まあ、心もね、体も身軽にという意味で、大丈夫ですよっていうカードになります。はい、なんかね、まあ、ひょっとご縁とかがもうねすでにある方に対して、大丈夫よっていう意味にも取れますけどね。もっともっとこう自分のね心を解放して寄り添っていただけたらと思います。はい、じゃあ2番目はい、これは即座にっていう意味で、なんかね、今すぐね実現するように、望むことをねはっきりさせてくださいよっていう意味なので、やっぱり自分がねどう思ってるかとかっていうのがね、ちょっと自分でわからなかったりすると、まあ理想のね相手とか物とかね現れないんで、まず自分がね何を望んでるかっていうことを明確にしていただけると、はい、それが先決っていうようなカードですかね。まあ出会ってる方とかに対してもですね、はい、何を今自分が一番ね望んでるかっていうようなことをね、お話ししたりするのもいいかもしれないですね。はい、じゃあ3番目、これは自由になるですね。ここね、ちょっとこう自分でこう柵に入ってますけど、まあ外に出てっていう意味でもありますけど、人生を自分の手で取り戻すっていうことで、まあちょっとねこう束縛とかこう自由さがなんか制限されてるようなカードなんで、まあ自分でね、自分でしか外にはね、まあ、誰かがこう引っ張っていってくれるんじゃなくてね、自分がね自分で自分の檻をね作ってますからね、まあ、檻というかこのね柵をね、自分でね、はい、鍵を開けて、鍵を持ってるのも自分ですから、はい、自分で取り戻すように、自由に動けるようになってくださいって。で自分がねこう輝いてるとね、自然にそのご自身の波動にね引き寄せられてね、引き寄せるというか引きつけられるんですかね。はい、ブルゾンのね歌にもありますけど、歌にはしてないけどネタにもありますけど、はい、寄ってくると思いますよ。はい、じゃあデッキ裏はこれは別れた人のことを忘れるっていうねカードなんで、やっぱりねもう
19日ですかね、新月に向かってね、やっぱり古いエネルギーをねどんどん浄化していってね、手放していくっていう意味で、まあ人とのご縁もね、こうもうちょっとね古くなって、もう自分にとってもうふさわしくないなっていうことはね、どんどん手放していってくださいっていうのが、はい、デッキ裏に出てるので、まあね共通してだと思いますけどね、はい、どんどん新しいものをね入れていってください。はい、じゃあまあライオンズゲートってね、本当お祭りのようですからね、はい、しっかり今日もエネルギー浴びて、はい、輝かせるね自分ご自身でいてください。はい、今日はまあその半崎祭りにねちなんで、私のねふるさとのことがね絵本になってる、ザキハンっていうね、これゆうすけさんって、ゆうすけさんもね毎年半崎祭りにね来てくださるんですけど、はい、まあちょっとね湯原温泉のことブログにもねちょっと書いてるんで、また概要欄とかにね詳しく書いたことがねありますけど、まあそれに付け加えてなんですけど、うん、ちょっとウィキ見てたら、湯原温泉がね、湯原村っていうのがねできたのが、116年前、1904年のなんと6月1日でね、私の誕生日だったんですけど、はい、今のね2004年のデータで人口が3274人だから、まあ本当にね小さい町です。まあ小さい町ですが、砂湯っていうね露天風呂があって、でそこが西の横綱っていうね名湯になっててね、結構県外からもねたくさん温泉目当てにね来てくださってますけどね、はい、私その時のねホロスコープも出してたら、ちょっとまたね載せようと思うんですけど、太陽と火星がねコンジャンクションしてるようなエネルギーでしたから、やっぱり温泉だなと思ってね、うん、なんか火星がね太陽にくっついてると、うん、活気があってね元気とか勇気とかをね与えてくれるっていうね意味になると思うんで、うん、面白いなっていうふうに思いましたけど、はい、ちょっと絵本のね話もしたいと思うんですけど、まあ物語になってて、この半崎っていうのは湯原では半崎って言いますけど、大体全国的に名前が通ってるのはオオサンショウウオって言って、でそのオオサンショウウオね、まあ裂いても引き裂いてもね生きてるとかって、すごく生命力の強い生き物だっていうことでね、うん、これをザキハンとね、女の子の名前がユバランちゃんかな、うん、ユバランちゃんとね の物語になっててね、まあ最後ちょっと湯原温泉のねその砂湯のイラストが紹介されてるんですけど、まあ、純愛物語がね描かれてます。はい、なんかねこの本が出た時もすごく私嬉しくて、ああ私ねよく生まれる時にちゃんと生まれる時間とかね、生まれる場所とか生まれる時のエネルギーをねちゃんと自分で選んで生まれてくるっていうけどね、湯原温泉を選んだ理由がね自分でも腑に落ちちゃって、すごく感動した絵本でした。はい、うん、なんで半崎祭りがね8月8日にね行われるっていう意味もねすごく意味があるんだなっていうふうにも感じましたね。うん、ぜひ大切な人とかにね一緒に読んで仲良くしていただける本だと思いますし、もちろんねちっちゃいお子さんから、大人までね楽しめる本だと思ってます。地元のね湯原温泉がこれからもね本当ご縁とご縁がつながるようなね、まあ、皆様に愛されるようなね町でありますようにとお祈りしてお届けしました。はい、じゃあ今日も素敵な一日をお過ごしください。ライオンズゲートです。はい、失礼いたします。